I'm Jason Palmer, one of the hosts of The Intelligence, The Economist's daily current affairs podcast. The Economist's award-winning shows make sense of what matters. From our special series on China's president to our weekly podcasts on business, technology, and American politics, our journalists provide fair, in-depth reporting on the events shaping the world. Search for Economist Podcasts Plus and sign up to our free one-month trial. お疲れね。カラフルハイスクール本音で語ろう。高校生の今の声を聞き、一緒に話していくコーナーです。一緒に話していくのはこの方あんちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今日もね。早速高校生と一緒にお話ししていきましょう。今日お話ししてくれるのは原田良平さんです。原田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 原田さん、まず自己紹介からお願いしてもいいですか。はい、ええー、十八歳、高校三年生、愛知県の原田良平です。お願いします。お願いします。っていうのは、あさっては。え共通テストですそうか。受験生。そんな大変な時に。ありがとうございます。<の>本当に。楽しみで、楽しみで、あの、喋りたくて。えー、ああ、嬉しい。<laughs> じゃあさってのテストの準備はバッチリですかバッチリです自信がないとねもうね<ー>でもこの緊張して普通だったらこう何も手につかないとかなるけどこうラジオでもこんなに堂々とお話ししてくれるなんて <laughs> <ー>素晴らしいですねすごい楽しみねその話を聞くのねねえ<ー>、はい、原田さんはお笑いが好きなんですか、はい、お笑いが大好きですねえ特に好きな芸人さんとかいます 迷う迷いますけど <laughs> 一瞬迷うって <laughs> <laughs> 本気の迷いがそうですね、まあ、霜降り明星さんとかああ面白いですよねどんなところが特に好きですか、ね、そうですねやっぱツッコミがたまらないですよねなんか誰も傷つけないツッコミというかそうっすよね気分が悪くないツッコミってすごいですよね、うん、頭良くないとできないというかそうですよね 叩いたりとかしないし。<laughs> るいああ確かに <laughs> ねしないね。確かに下振さん叩かないですよね。私日本に来てさ、なんか日本のユーモアがよくわからなかったし。 あ確かに海外と日本のお笑いって全く違いますよねねそうねアメリカでだ大体一人でスタンドアップ漫才みたいな一人で言うからうん、うん、そこまで、ね、突っ込む必要はないんですよねだって一人だから結構早く笑うんですよねアメリカ人がねあ確かに、うん、だからすなんかすごいやっとね、えっと、1か月前ぐらいにあの、えっと、福岡吉本の笑いライブに行って、はい、20年もかかったけどやっとね 笑えるようになってるんよあじゃあもう感覚が日本人になってきたともそうなんですよめっちゃ面白かった、うん、いや素晴らしい、うん、そのねお笑いが大好きな原田さんなんですけどこれだけは言わせて私の叫びアンちゃんへの質問を書いてくれました言ってもらってもいいですかーはいえー、なんかあめあ日本のテレビ番組で日本の文化のすごさとか日本人のすごさみたいなのを紹介する番組が結構 あるんですけどそういう番組っていうのはアメリカとか、まあ、外国でもあるのかなっていうのが気になっていてうわーこれすごい質問ですよね,すね実は私ねこういう番組に何回もに出演したことありますよお<ー>であの考えたらないんですよねないんだないんですよねだからな,なんで日本人はこんなにね外国人に褒められたいなって <laughs> <に> <laughs> ずっと思ってるんですよねどうですかね 原田さん、<う>なんか思いがあります結構、その番組に外国の人たちが出てて、や、ジャパン、マジすごいわみたいなことは、<laughs> うんうん、やっぱ嬉しいですし、うんうん、この人な、どういうふうに思ってるんだろうって、すすごい気になっちゃうんですよねそうなんですよ、で、多分、うん、なんか、日本はすごくプライド持ってるけど、でもどっかで、た多分劣等感もあるんじゃないかなと思うから、うん、だからやっぱりその、アメリカとかね、日本人の憧れの国ですよね、うん、アメリカとか。 からその人がね日本に来て暮らそうとすることって相当感動しますよねだからなんで日本はこんなに素敵なのかっていうことはもうどうしても知りたくてたまらないよねってでも私はその番組はすごいけあのいい経験でしたすごい楽しかったです、ね、ああなるほど確かに,アメリカにはないんですか私見たことないんですよねか<ー>多分ねなんか 多民族の文化だからもうすごいなんかいいんす人が多いからんなんかあなるほどそのアメリカンって何なん,なんって感じになりますよねんなんかその典型的なアメリカ人は何なん,なんって感じになるからうそうねだから多分あのアメリカ人日本に来るとすごくびっくりしますよねなんでこういう番組があるかって確かにでも外国人の人口って何パーセントってわかりますか日本の、えー、どれくらいだと思います原田さん 5%、どうですか辻さん、えー、？7%？おおすごいね。2%です。そんなに少ないんですよ、ね。少ないよね。まあコロナ禍でなんかねん少ないなって感じはしますけど、その前とか本当にこのね RKB があるモモ千浜とかも海外の方ばっかりだったからそう、ね、もっといると思ってました。そうね。全国的には2%で、で福岡もちょっと少ないよね。多分1%。 ぐらいかなって、えー、うんでも確かにあの番組面白い。最近あんまり見ないけどね、海外に行けないから、うん、なんか国語が変だよっていう番組面白いよね。あれ見たことありますか？国語が変だよって。はいあります。あ、何回か見たことあります。あ,あれで結構外国人なんか逆に日本語なんか物申すみたいな国語意味が分かんないとか、だからやっぱりあのバランスがいいなと思うんだよね。うんうん、なんかいいことばっかり言うじゃなくて、やっぱり国語は日本語が大好きなんだけど。 でもここはちょっとどうかなみたいなことって、うん、そういう客観的に日本を見ることが大事なと思うよね。うんうん 確かにただ日本すごいすごいって言うとちょっと気持ち悪いというか <laughs> なんか日本もねいいところもあるしそうじゃないところもあると思うから<ー>なんかね,ね両面から、ね、見ららねね見れたらいいですよ、ね、だって自分の母国もアメリカでもなんかやっぱおかしいところいっぱいあるんですよ、うん、だから「アメリカ最高大好き万歳」とか言ったらちょっとなんかおかしいなとちょっと気持ち悪いよね、うん、なんかやっぱりどんな国でもやっぱり客観的に見る必要があるなと私思うよね、うん、なんか勝手に アメリカ人ってすごく愛国心が強いイメージだったんですよで、日本人はそんなでもないのかなと思ってたんですけどこういう番組があるってことはむしろ愛国心が強いんで、ね、まあめちゃくちゃ強いよあ、そうなんだうちら日本人はとか結構聞くんですようん、うん、日本ではとか日本人はって結構聞きますよあ、そうですか,なんか隠れ愛国者かなあ<ー> <laughs> あ。 そうですね,まあね。自分の国が好きっていうのはね、いいことです、ね。そう、とってもいいことですね。うん、なんかもうちょっと自分の国も好きになってほしいぐらいね。<ー>うん。うん。もっと大っぴにね、日本大好きですって言えるようになったら。そう。なんか、いいですよね,ね。だから外国人に言われなくてもいいし、なんか自分もそれが分かってるっていう。ね。うん、風になったらいいなと思うんですよ、ね。本当に自信あったら、外から褒められることを。 必要としないですからね多分そうよね確かにか、ね、<laughs> 不安なところもあるから認められたいみたいな、ね、あそれあるかもしれないよねあと純粋にもう自分たちのいいところを知ってほしいって気持ちもありますしねそうね伝統的な文化とかうん、やっぱりで外国人は多分日本人が気づいてないような日本の魅力も見えるからそれも結構、ね、確,か確かに面白い。感動しますよねうんう もうすごい面白い話になったよねやっぱり。ねえー、うん、やっぱり自分たちだとわからないことでたくさんあるからこういう番組面白いですよね。私好きですよ、うん、もうめっちゃいい経験だった私出たときにね。うん、すごい楽しかったです。えー、うん。さ続いてちょっとお話は変わりますが悩みや最近気になったニュース話題などいろいろありますが原田さんちょっとお話ししてもらってもいいですか。はいあのー、この前ツイッター見てたら。 中国の政府がその国内のボーイズラブうん、うん、お女の子っぽい男の子みたいな表現を規制するみたいなニュースがあって、えー、うん結構僕はすごいショックを受けたというか、まあ、同時にちょっと面白いなと思ったんですけどなんかそれについてどう思いますかね <laughs> ど,どう思いますかボーイズラブって私勝手にこう男性同士でこう恋愛すること かなって思ってたんですけど、ボーイッシュな女性のことをボーイズラブっていうんですか。で、なんか結構これ BL 好きっていう漫画があって、じゃあ男性同士の出会い描くものが多かったりする。そうです<ー>それの表現がダメってなったんですか。そうです。へえー。なんか今のね、うん、時代と反しているような感じもしますが、そういうねもう特に最近日本はその多様性とかダイバーシティとか LGBT のいろいろ権利とかは最近はすごく注目してるようなことだからね。 でもなんかねその高校生ってこういうニュースを見るってすごいよね、なんかね私は日本に来たとき20年前ぐらいこういう多様性とか LGBT という話は絶対ならなかったんですだからすごいあの日本の文化とかあの高校生はやっぱ SDGs とかいろいろ進んでるなと私感じてますすよね、うん、ああそうですか華、うん、田さんはその日本の社会は今 LGBT になんか住みやすいような社会になってると思いますか えー、LGBT に対しての認識はちょっとずつ、えー、改善されていってるんじゃないかなって僕は思うんですよ、特にこの高校生とか僕たちの世代の中でそういうのを認識するっていうかなんか流れになってきてると思うんだけど制度というか法律とかそういうところでまだちゃんとできてないかなと、うん。 あ結婚もできないし。例えばですね、あの日本の L. G. B. T. の人が、その気楽にカミングアウトができるような社会になってると思いますか。う,うん。気楽にカミングアウト。まだそこまではいってないんじゃないかな。か行ってないと思いますね。うん。うんなんだろう、どこか。ね、こうやって。 多様性多様性って言ってるのに多分人々の心の中にまだ偏見とかも残ってるからこそ言えないっていうのは絶対あると思いません,んそれは多様性の難しいところなんだよねだから一応はいいんじゃないですかって言うんだけどでも実は自分の周りにそういうなんか友達とかが LGBT とかだったら本当にそう思ってるかどうかって試されるんじゃないかなと思うんですよねこういうのってどうしたらこう根本的に変わっていけるんですかね どうですかね原田さんどうやって根本的にこのありのままの人間を受け入れられるんですか難しいですよね難しいですよねこれが分かってたらみんな困ってないような話だと思うんですけども <laughs> でも考えることもきっと大事ですよね、うん、こうやってまあ私人間みんな一緒なんじゃないかなと思った方が本当にシンプルだと私思うんですけどね、うん、なんでこんなに複雑,くなったやあの複雑になったんやろうね ね、育った環境とかでどこかでねどんどん根付いていってしまう何かがあるんでしょうねそうなんだよねいやでもこういった、ね、話題に敏感なのは素晴らしいことですよね、うん、すごい素晴らしいその原田さんなんですけれども将来の夢ってもう決ままってますか将来の夢はまだ決まってないんですけど、はい、できれば外国で働いてみたいかなと思いますお具体的になんかこういうことしたいなとかありますか そうですね僕日本のお笑いを海外に広めたいかなへ<ー>えー、かっこいいっていうのはそのボケとツッコミを英語でとかあの外国語でやりたいっていうことですかそうですあのボケとツッコミっていう形式をこうどうやって受け入れさせるかみたいなチャレンジをしたいあ<ー>さっきもねあんちゃん言ってましたけど日本のお笑いとアメリカのお笑いって全く違うからなん、かそれを分かってもらうって難しいけどやりがいがある、まあ、よね なんかボケとツッコミは全くないわけじゃない全く存在しないわけないんだけどでもやっぱりその一人でするの方、えっと、ことの方が多分普及されてるんじゃないかなとでもそれすごいよねあれは相当なんかねハードルが高いような夢なんだけどめちゃくちゃもう応援したいなどんな形で進めていきたいですか例えば自分が芸人さんになるとか逆に芸人さんをプッシュアップするとかいろいろやり方はあると思いますけど。うん、あ僕あ そうですね今日本にいる漫才師の方々とかって YouTube とかに動画上げてるじゃないですか<ー>でその動画に英語の字幕とかその <laughs> 海外の人がクスッと笑えるような字幕をつけるっていうチャレンジがすごいねそれすごい褒めかなと思っててあれはすごい面白い しかも、なんだろう、YouTube とか動画とかだったら、すぐにできますもんね、<ー>海外に行けないコロナ禍でもできるし、うん、だから<い>字幕で頑張りたいかね、うん、やっぱりねず、ずっとツッコミはいつ来るかなっていうことね、あの多分アメリカ人なんか、早く笑いたいよね、あ待てないんだよ。 あのもうちょっとなんか大きなチャレンジじゃないかなと思って<ー>でも相当応援したいよねねえんか日本のね、うん、良さの一つですからね<ー>ぜひ原田さんに広めてもらいたいなというふうに思います裏<ー>裏には裏がある表ばかり見ていると羨ましいし恨めしいなら見てみよう裏側を 聞いいてください裏話努力はきっと裏切らない裏にしかできない人生のさよなら勝ちを目指して藤原玉日曜の裏 RKB ラジオで毎週日曜朝10時から放送ポッドキャストでも同時配信しています。